太陽チャンネル。はい、てなわけで翼くんが1日ぶりに帰ってくるんで、ちょっと迎えに行きたいと思います。寝れたんだろうか、あの、ね、教室の板張りの上に寝袋敷いてだって枕持ってってないでしょ。寝れたんか。予定としたら10時ぐらいに寝るってなっとったけど、もう興奮して寝てなさそうな。それかめちゃくちゃ反対に疲れて寝てる。ああ、うん、可能性あるな。だってもうずっと外だったじゃん。そうずっと外だった。ご飯も外で食べてた。本当だ。外で食べとったな。カレー食べてましたね。カレー。なんかたった1日なのにやっぱなんか楽しみになるなって、親だから。ね、寂しいよ。まだだな。でも迎えの車が何台か、他の親御さんも迎えに来て、じゃあ翼くんが帰ってきます。おかえり、翼くん。お帰りなさいませ。楽しかったやろ。何したん？何が楽しかった？え、覚えてない。一番川遊び。なんか釣れた？釣るっていうかあれか、手掴み。なんか取れた。うん、魚。あ、魚取れた。うん、釣れた。なんかみんながうるさすぎて。二人ぐらいは静かにしとったけど、三人か。その二人の中の一人が翼か。うん、本当かよ。こっちだけ寝てないんだけど、二人は寝とって、うん、それでギャーギャー叫んどった人は、うん、ライトつけたり。で、翼は起きとった人。うん、起きとったんか。寝れた。寝れた。朝は起きろって。いや、自分たちで。嘘。おー、友達が起こしてくれた。起こしてくれたんか。起こされたんか、翼。いろんなことを学んできたんじゃない、うん、な、よかったね。これから遠出だで、寝とき。え、朝ごはんは？そういえば食べた。朝ごはん食べた。バナナとヨーグルトと、あとはパンと、あとは、牛乳とゆで卵と、あと食べてないけど、おにぎり、あとカレー。あ、昨日の残り。イノシシと鹿。すげえ。イノシシと取ってきた。よく寝た。まだ起きてないよ、顔が。なあ、してね、してね。ここにもおるで。え、本当だ。逃げない。今日は翼帰ってそのまま鳥取県米子市のガイナ祭りか、はい、やってきました。忙しいな、翼な。頑張れ。タクロースさんも一緒でーす。なんか花火があるらしいからね、ランちゃん。大丈夫か、今日は。あ、それより捨て猫探してる。捨て猫って言うな。おお、こんなところが。翼さん入院して退院の時に迎えに来た公園だよ、ここ。ああ、覚えてる。翼さん、こんな川あるとは知らんかったな。楽しい。太陽くんはポケボをやってます。 SL がある。あ、え、あっちに、あ、あっちに猿がいる。あ、いい匂いしてきた。モンキーシーソーだって。猿が、おー、おった。赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん。え、ちゃん、野生の匂いのそれ。いろいろ出てんじゃん、屋台が。翼の頑張りを祝ってくれているかのように。なんか頑張ったな。え、親元離れて
頑張ったから。ランちゃんポテト、あの車近くに止めれたしなあ、避難できるけいいよな。うん、やばい、ランちゃん、ランちゃん、やばい、口、うわ、事件だ事件、大惨事だ。血まみれで食べてるような感じになってるわ。いや怖い。あ何あれ、何持ってるみたいな。あ、長っ、え長っ、やばいやばいやばい、持ってない、今ちょっと避難中です。暑くて避難中です。あと2時間半あります。待てる？夕日がめっちゃ綺麗だね。綺麗ね、見えますね。いいじゃん、絶対暑い。放射天国の加減で、あと1時間ぐらい出れません。ちょっと10時まで夜遊びしてきます。ありがとう。次の動画も見てね。